グリレはドイツの相当ヨットである。艦隊母艦 C として発注され1934年6月にハンブルクのブロームウントホスで寄港、1935年に公式のドイツ政府専用ヨットとして建造された。艦名は先代の王室ヨットグリレにちなむ。グリレは1934年12月15日にブロームウントホスで浸水。 1935年5月に収益した。第二次世界大戦が勃発するまでクリレは、ナチス政府や海軍元帥らの象徴であった。1936年5月には、ラーボエで行われた、観艦式で、アドルフ・ヒトラーとエーリッヒ・レーダーが、1936年10月には、ドイツ国戦争省、ベルナー・フォン・ブロンベルク元帥がノルウェーへ、公式訪問するときに上艦した。 次の寛容は1937年10月で、ジョージ6世とエリザベス王妃の退官式に、ドイツ国防軍の派遣団をイングランドへ移送した。また、同年6月にグリレはドイツ海軍艦隊司令官、ロルフ・カールスの演習訓練の機関を務めた。1939年のキーラー・ボハの間は、エイリッヒレーダーや、他国の海軍士官を迎えた。しかし、 第二次世界大戦が1939年9月に勃発するとグリレはドイツ海軍に動員されてフランスの海岸を離れ嫌い不折艦となった。後にバルト海で紹介艦艇練習艦として従事したがバルバロッサ作戦の後は再び嫌い不折艦に戻り加えて砲術練習任務に当たった。1942年グリレは 改装を受け7月に退役し、なるびくで停泊機関として使用され、そこで終戦まで北極圏の U ボート司令部の機関となった。戦後にイギリスが接収1947年にアメリカの個人所有として売却された。1951年、グリレはニュージャージー州のスクラップ場で繋がれた。解体が始まる前に本館から調度品などが持ち出された。 同地の自動車工場でグリレに備え付けられていた便器が発見され、他の異物は至るところに散らばった。同年、グリレは解体された。ありがとうございます。